ギュンターヒルヤモリは、ヤモリかヒルヤモリ属に分類されるトカゲ。モーリシャス固有種全長30センチメートル。背面の体色は、緑がかった肺褐色で、暗褐色の反転や不定形の反紋が入る。覆面の体色は、灰白色で暗褐色や黒い反転が入る。容体は、覆面の体色が黄色。ヤシからなる乾燥林に生息するが、岩場にも生息する。 樹上性だが、獲物を求めて、地表で活動することもある。白明白母性もしくは夜行性で、昼間は、樹幹や茂みの中で休む。食性は、動物食傾向の強い雑食で、昆虫、蜘蛛、爬虫類などを食べ、とも食いした例もある。飼育下では果実を食べた例もある。繁殖形態は卵性。樹幹、樹皮や岩の割れ目に1回に1から2個の卵を産む。 人為的に移入されたアナウサギやヤギによる生息地の破壊などにより生息数は減少した。以前はモーリシャス島やフランス領レユニオンにも分布していたが、ロンド島の個体群を除いて絶滅した。アナウサギやヤギの駆除及びそれに伴うヤシリンの回復、ジャージー島で飼育か繁殖した個体の再導入などの保護対策が進められ、生息数は増加傾向にある。 1975年における生息数は1800頭、1982年における生息数は200頭以下と推定されている。ありがとうございます。